稲垣示す明治35年8月9日は、明治時代の政治家、衆議院議員、陽名は常太郎、号は虎岳、腰中国社水軍棚田,田村出身、野上文さんらに学び、明治維新後は、新川県小学校教員講習所、石川県農業講習所に学ぶ、板垣大輔に呼応して、自由民権運動に参加して、 明治13年に愛国者第4回大会に参加、高岡にて政治結社、北立社を結成する。翌年の自由党結成に参加、明治15年1月には、北立社を自由党支部である、北立自由党へ改組して、随流時において、決闘大会を開いた。同年6月には、石川県県会議員に選ばれるが、同年10月県令。 千坂工画の私生活のスキャンダルを見解にて取り上げたことが管理部辱罪に問われ、重金庫5ヶ月罰金30円の判決を受けて議員を除名された。杉田定一らとともに北陸地方の自由民権派の結集に努めて、明治16年3月10日に、随流時にて北陸7周遊試懇談会を主催して成功を収めるが、これをきっかけとして、 高田事件が発生。稲垣も、明治18年になって、大井健太郎の朝鮮政府転覆計画に、協力したとして逮捕され、外患罪によって、経禁庫5年の判決を言い渡されて3年間入国。この間に読んだ短歌300種を後に、サゴロモ州としてまとめて刊行した。大日本帝国憲法発布に伴う大社で、釈放の後は大同団結運動に参加するが、 運動の主流から外れたため、大道クラブ、国民自由党、独立クラブ、東洋自由党、大日本協会と渡り歩き、再考された自由党に復帰したのは、明治三十一年のことであった。この間、第二回衆議院議員総選挙では、富山県三区より、離党系候補として当選し、以後に回当選、田中昭蔵と協力して、足尾銅山鉱毒事件を追及したり、 普通選挙運動を展開したりした。自由党復帰後は、県政党、立憲政友会の要職を務めていたが、自身も再選を目指した第7回衆議院議員総選挙の投票日前日に、他の候補者の応援演説に入った富山市で病気に倒れて急性した。ありがとうございます。